まずはジャイアンツの先発高橋が東京ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍して引っ張った岡本、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている菊池。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。インサイド落ちました。ここもファウルです。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。打ちました。セカンド取った、アウト。ここは送球が間に合っています。3番バッター西川、ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー高橋、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。高め外れました。ボール先行です。横への変化球が決まります。いいストレートですよね。アウトローのストレート、空振りです。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。打った、高く上がった。これはどうか、外野大きな打球ですが、はい、カープの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。泉が2番手としてマウンドに上がります。点差はありますが序盤からの登板ということになります。バッターボックスマクホール。ジャイアンツ1点リードで迎える2回です。ボールになります。ボールになります。これが4球目。キレがありますね。2ボール2ストライクです。空振り三振。まず1つアウトを取りました。打席には5番バッターデイビー。ワンアウトランナーなし。これが2球目。低めに来ました。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。アウトコースファウル。次の球もストレートはあれですね。なるほど。さあどう来るか。これもファウル。ツーボールツーストライクです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。バッターボックスには6番小園。ツーアウトになっています。打ちました。セカンド正面のゴロ。吉川一塁アウト。スリーアウトです。スターは今日 DH に入っているウォーカー。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですよね。則本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。センターバック、センターバックする。センター深いところ破っていきました。二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。バッターボックスには指名打者のウォーカー。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は川谷という打球でしたよね。まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ホークスランナーはなくなっています。外の低めです。147キロ。落ちる球。さあ4球目は何か。ストライクになります。ツーボールツーストライクです。